伊藤助丸から1906年2月26日は、日本の海軍軍人、政治家、茶人。最終階級は、海軍中将。元老院議官、貴族院議員、死釈、薩摩藩士、伊藤博則の次男として生まれる。薩摩藩法隊長を経て、1868年に、か賀丸副長、さらに、犬以降官長となる。1870年。 新政府に出資し、海軍少佐任官。龍城副長、同官長、中官隊指揮官などを経て、1872年、海軍少将に進級。佐賀の乱では、佐賀政党三軍として出征した。東部指揮官、東海陳述司令長官青ぐつけを歴任。西南戦争では、海軍官隊指揮官として出征し、1878年11月。 海軍中将となる。海軍省軍務局長、海軍兵学校長などを歴任し、1899年4月、交尾役に編入された。1905年10月19日に退役した。茶人としても知られ、減塩と合した。1898年、松浦戦、新月案が在京の家族、地名市等と設立した、林番茶事グループ。 和形会の会員となる。会員は、青地育次郎、石黒忠則、伊藤俊吉、岩見明作り、岡崎おもんみそ、金沢三右衛門、戸塚文会、安ずまたねき、東久世道富、久松勝成、松浦久志三田歩行三井高弘、安田善次郎の以上16人、高橋義雄が入会で、世に16羅漢と呼ばれた。その他、 元老院議官、貴族院議員を務めた。1884年7月、死者を助赦し家族となる。1890年10月20日、近景観志向となる。ありがとうございます。